はいどうもコミです。さて本日は美女と愉快な仲間たちさんにお邪魔しております。今こちらですね、皆さんでこう、ね、集まっての、まあ、合同クラン対戦みたいな感じのイベントがあったんですけども、そのね合同クラン対戦も普通に集まるだけじゃなくて、これ野良大戦700勝、めらいですよね、これね。どんだけここまで到達するのに時間かかったのかって話ですよ。でもこのね、700勝をみんなで勝ち取ろうということでね、集まっての、まあ、合同対戦だったわけなんですけども、僕も呼んでもらって参加しています。でこうなるとね、ものすごい、その、恐ろしいレベルの攻めがたくさん見れるわけですよ。なんだこれみたいなのが。で、今日はね、その中から、区画破壊っていうところに焦点を絞ってお話をしていきたいというふうに思います。で、早速見ていきたいと思うんですけども、なんとね、ちょっとその前にこのお誕生日会さん、向こうも向こうでイベント中だったんですけどね、なんか、いい感じにイベントクラン同士が当たって、バチバチやり合ったわけなんですけども、ですね、ちょっと話戻します。区画破壊ですね、今日のテーマ、区画破壊といえば、皆さん何を浮かべるかっていうと、やっぱりね、これだと思うんですよね。まずはだからそれを見てもらおうと思います。今日のメインディッシュはこっちじゃないんですけども、まずはこれ。うまいんですよ、これもね。うまいし強い。で、インビジブルですね、突撃艦ですね、中にあれが入ってるわけですね、あれが入ってます。まずはラバーハウンドを対空砲にめがけて当てていきながら後ろから突撃艦を投げていって、この、バーバリアンキングの台座の上に突撃艦を落としていきます。でそこにインビジブルを置いてから突撃艦を落としレイジで、さらにインビジブルを重ねて投石機、タウンホール、インフェルノ、さらには防衛軍全部吹っ飛ばしていくという感じですね。これトツウィズと言われるテクニックで、もう区画を壊すといえばやっぱりね、真っ先にこれを思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうかね。まあ、これ当然ながら、主要な施設を壊せるのに加えて、こうね、一定区画を幅広くこう破壊できるので、これカットの意味もあるんですよね。これ今バルーンとベビドラでカットしてますけど、これやるとヒーローがしっかりこっちにこういう風にね歩いていってくれます。で、こちら辺の施設をこう壊していきながら、最後ラバーハウンドとバルーンをガーッと走らせて全開取っていくっていう、まあ、戦術によく使われたりしますね。タウンホール13だと僕これ、突撃艦スパビズからのディガホグってよくやるんですけど、結構ね14になってくると時間足んないんですね。あの施設の HP が高くなってくるんで時間がかかっちゃうんですよ。なんですけども、トスウィズラバルーにすると、ラバルってね、あのバルーンがゆっくり進行するので、時間のかかる戦術って思いがちなんですけども、意外とね、ヘイストの呪文に乗っかってこう、どん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 進むんで、時間早いんですよね。ということで、こういう序盤に時間を使うトスウィズとの相性がいいということで、よくまあ使われたりしますね。で、それを今回はサムライソウルさん、綺麗に決めていってくれているわけなんですけども、まあこのね、ラバルパートもすっげえうまいんですよ。すっげえうまいんだけど、ちょっとね、うまいんだけど、見るべきはこのトッツウィズで、今回ここ、施設が密集してますよね。密集してるんで、罠があんまないわけですね。で、トッツウィズって、射程がそんな長くないので、2マスかな、なんですよ。2マスの射程なんで、ウィザードがこうね、右往左往動くことがあるんですね。で、その時に、こういうところに落とすと、罠を踏んで、巨爆でね、やられちゃったりとか、あとはタンホールがここにあったんで、このタンホールに、の爆破ダメージに、ウィザードが、スーパーウィザードが巻き込まれちゃって、全滅なんていうケースもあったりして、まあそういう事故が起こるリスクっていうのがね、比較的あるんですね。なので、まあ、使うべきポイントっていうのはしっかり、気をつけながらやっていかなきゃいけないし、罠があるない、じゃあその罠があるとしたらどういうふうに、そこを乗り越えようかっていうね、駆け引きなんかも結構大事になってくるテクニックではあるんですけども、これをですね、このやり方に変えるとやべえというやつですね。まあ、といってもね、結構これめっちゃ真新しいというよりは、前から あるっちゃあるんですよ。あるっちゃあるんですけど、すごいんですよね。今回改めてこう見させてもらって、あ、これやべえなっていうのをね、実感しました。で、ラバーハウンドをね、この対空砲に当てる。で、斜めに当てていきながら、なるべく突撃艦が通るルートで罠がありそうなところの巨爆を吸っていきながら、突撃艦を落として、インビジ、レイジ、クローン、さらにインビジです。こんな感じ。で、中に入ってるのは、これスーパーチャーなんですよね。スーパーチャーが入ってます。で、もうこれね、クローンとインビジで増やし、クローンで増やしたスパーチャをレイジインビジ絶対切らさないようにガンガンやっていくことによって、これ見てください、この区画の破壊力、あっという間にタウンホールだけじゃなくてその反対側で幅広くこう壊しましたよね。これ、ね、見てほしいのはここのダクエレのタンクすらアチャトが狙、あ、スパーチャが狙ってるわけですよ。でこれだけの射程があるんで、どん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 このタウンホールの裏側にあった、クロスボウとかまでこうアチャがね、
その長距離射程の貫通の矢を撃って壊していってくれるっていうことですよね。でこういう風に序盤で呪文を全部使い切るんですけど、圧倒的なパワーでタウンホール周辺破壊していくんですね。おまけに見てもらって分かるようにこれスーパーアーチャーあんまり歩いてないんですよ。あのね、場所動いてないんですよね。だからこういうタウンホールの周りの罠がいかにもありそうなところに落としてもそんなに罠を踏むリスクっていうのがない、まあ少ないっていう言い方がいいですね。ないわけではないんだけども少ないんですよね。で、タウンホール周りの外周部分までこれだけですよ。これだけ、さっきの円よりも全然広い、倍ぐらい広いじゃないですか。これだけのエリアをスパーチャが全部潰してくれるので、あとはヒーローがしっかりこうね、相手のヒーローだったりがいる部分、さらには対空砲がある部分っていうのをこう壊していってくれて、この対空砲がありますけどもこれ全部壊していってくれて、で、残った、ところをドラゴンライダーがこうぐるっと回って前回まで持っていくというパターンですね。いやーすげえね、めちゃくちゃ戦面自体はシンプルに組まれていて、最初の突撃艦が落とすべきところに落とせるかどうかっていうのが結構、まあ、当然鍵になってくるんですけども、ロイヤルチャンピオンはこれドラゴンライダーパートに入れてますね。これ結構よく見られるパターンで、まあ、ドラゴンライダーを使う場合もそうなんですけど、なんだ、ラバルをする場合でもラバルにロイちゃん混ぜるっていうねケースがよくあります。こうすることによってロイヤルチャンピオンが、どんどんその防衛の破壊を進行してくれるし、トームが乗っかるんで途中で結構強いというのがありますね。まあ、今回はトーム乗っからなかったけども、まあ、ロイちゃんなんで最後ここでやられちゃうんですが、ロイちゃんがダメージ吸収してくれた分だけドラゴンライダーが長生きするんで、最後ドラゴンライダーがこうね一仕事頑張ってくれて前回まで持っていけるという格好になります。今回グランドウォーデンはアーチャークイーンとバーバリアンキングにつけて、グランドウォーデン、トームの能力ですね、ドラゴンライダーには使わなかったですね。むしろヒーローをしっかり伸ばしていくという方にこれは、ロイちゃんの能力というかサポート能力を振った感じになってましたね。でもう一個ね、これ全く同じアタックを、されていたので、これも見ていこうと思います。 M さんのアタック、いやこれねちょっとすげえ密集している部分で、タウンホール周りのこういう密集部分に落としたらマジ強えわっていうのがね実感できるんですよ。本当にこれ見ると、これもそうですね、しっかりとバルーン1個で突撃艦砲に届けて落としたらもう勝ちみたいな感じだよね。ゴブリンで、罠をこう回収するんですね。でゴブリンってわーっとこのインビジブルの外に出ていっちゃうから、クローンかけやすいんですね。これアーチャーとかを中に入れちゃうと、中に入ってるスパーチャーと被っちゃってクローンで増えるのがアーチャーになったりする可能性があるんですけど、ゴブリンにすることによってそれをなくしてますよね。でしっかりとタウンホール、さらにはシングルインフェルノタワー、相手のロイヤルチャンピオンまでこう潰していってくれて、でこのタウンホール周りをぐっと一掃しますね。こんな感じで、はい、こうなってくるとすんげえこのタウンホール周りスカスカになりますよね。残った呪文は、ポイズンで、これ、中から出てくる防衛軍を、これをきっちりと処理するためのポイズンですね。今回も、バーバリアンキングとアーチャークイーンを歩かせていきながら、ここにまだロイヤルチャンピオンは出さないという構えですね。壁を殴っていってくれて、この投石機シングルのあたりを壊していきたいという感じですね。アイスゴーレムを当てて、シングルインフェルノのターゲットを取りたかったってことかな。ちょっと遅かったので、ヤクがやられたけど、まあ、キングやられてないんでね、全然ヤクがやられるぐらいなら、許容範囲というか、っていう感じですかね。で、今度は、ラバルからの、なんだっけ、ドラゴンライダーですね。ラバルを当てて、最初この対空砲をきっちりとバルーンで壊しながらラバでタギを取っていくっていう形ですね。で、さらにラバーハウンドが次の対空砲に向かう間にトームをかける。このトームのタイミングうめえな。相当うまい、これ。これはちょっと僕真似できる自信あんまないけども、トームがかかってるんでラバーハウンドがすげえまだ生きてますよね。っていう感じになってます。で、ロイヤルチャンピオンはさっきと同じようにドラゴンライダーパートに混ぜ込むことによって、ライダーの破壊ペースを上げていくという形ですね。アイスゴレムを使っています。これね、本当は、ドラゴンライダーだけなら使わないんだけども、まあ、今の環境、アイスゴーレムが入っているっていうこともね、結構あるので、まあ、場合によってはロイちゃんそこに使わなくてもいいのかもしんないですけどね。まあ、ただ、ここにスパカゴなんかが入っていると、スパカゴが延々とドラゴンライダー攻撃してきちゃうので、まあ、それを処理するためにロイちゃん混ぜておく、ちゃんとポイズンも一緒につけておけば間違いなくねスパカゴも処理できるので、ロイちゃんでっていうことで、まあ援軍中に入ってるのが何かによってデメリットメリットアドバンテージディスアドバンテージ変わってくるんですけども、まあ、そうして入れておくとこのドラゴンライダーの残り方えぐいですね。えぐい
まあ、こんな感じの爆発的な序盤のアドバンテージプラス、終盤のね圧倒的な火力を演出して気持ちよく全開が取れるということなんだなというふうに思います。どうですかね、やってみたくなりませんか。ちょっとねスーパーチャーをもらうっていうところにこの戦術のちょっとその難しさというかあのハードルの高さがあると思うんですけども、一回試してみたいですよね。一回やってみたいと思うんで、僕も試してみようかなというふうに思ってますね。皆さんもよろしければチャレンジしてみてください。というところで本日の動画を終わりにしたというふうに思います。私のチャンネルこんな感じでクラン対戦の解説の動画中心にやってます。タンホール13、14メインに扱っておりますので、動画いいなと思ってもらいましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日この辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。